ウルサス人が一人いりゃ大体何でも片付くだろう。もしそれでも手に余るようなら二人連れてくりゃいいだけだ。チェルノベルグからどうやって逃げてきたのかですか。やめましょう。本当はここまで徹底的にやるつもりなかったんだ。でも戦わないとグムたちがやられちゃうんだよ。戦場は好きではありません。今回以上の強敵を倒すにはオリジニウムをもっと利用する必要がある。奴らが災いを生み出し戦争を引き起こした元凶なのか。予測通りの戦いでした。完璧です。こいつ耐熱性はどんなもんだ。全ては秩序に乗っ取るべきだ。摂理に反することなど誰にも許されない。我々の仕事は生と死を運ぶことだ。自由な生活、騒がしい仲間、いろいろ面倒だが今はそれも悪くない気がする。テキサスさんは私の命の恩人なの。それに私が知らないたくさんのことを教えてくれた。だからまあ銃だって詰まる時はあるし、人生も同じだよ。気にしない気にしない。あっちゃあ、あかん、今月もピンチやね。やっぱ新しい装備は最高やわ。始めよう。よし。報酬ならこれで十分だ。出発する。空陰りなば、そは行き舞う兆しなり。この力こそ聖なるカランドからの賜り物。確かにオリパシーのせいでいろんなものが変わっちゃったけど、このまま落ち込んでたらそれこそ私らしくないでしょ。どんな未来が待ってるとしても私は決めたことを最後までやるしかないんだから。たとえこの盾が今まさに砕け散ろうとしていても、俺は一歩たりとも引きません。忠誠心のためではなく、俺自身の信念を貫くために。せっかくの束の間の平和を壊す者がいるなんて実に残念です。戦場の後始末が落ち着いたら後世に食事と決め込みましょう。僕がおごりますよ。シルバー氏、盟友として参戦する。この私を失望だけはさせてくれるな。クリア。全ターゲットを鎮圧。当然の結果ね。この程度フランカとくぐり抜けてきた視線とは比べ物になりません。残念ながら連中は汚染されてるみたいね。それなら5日はあの人に認めてもらえるかもしれない。その時までは自らの道は自らが決める。一度決めたことは誰の指図も受けない。そうやって生きてきました。全てはより周到な任務遂行のために。準備はいいか。では作戦通りに。了解。強くなればなるほど同時に脆さをも内包してしまう。それが万物の断りなのだ。これは私の身勝手な考えかもしれません。でもロドスの皆さんにとってここが第二の故郷になってくれたら嬉しいな。しかし君はどうする。私にはついてきてくれる仲間がいます。その名はアークナイツ。